なんならレイカーズの方がウルブズより上な気がしてる。やっぱあの AD の今日の試合見てもそう思ったけど、結局 AD の何がさ今までこう評価につながんなかったかって、まあ結局誰かの右腕っていう立場でしかなかったよねみたいなとこあるじゃん。結局レブロンが一番だし、クリス・ポールが一番だしみたいなさっていう中で、まあいろいろ AD も怪我して、さらに評価が落ちて、ディフェンスさえちょっと怪しくなってきたみたいなのが去年の流れだったと思うんだけど、なんか今日の試合はさ、そのレブロンがいない状態で一人で何ができるかっていうのをなんか証明した試合にもなったんかなっていう気がして、だからそういう意味でもなんか AD はもちろんレイカーズっていうチーム自体をちょっとポジティブに見れるようになりました、ね。ケンドリックなんで。アウドカさん、スパチャありがとうございます。ナンめっちゃ良くないですか？彼いいね。だからそうなるとロニー・ウォーカー必要なんかなってちょっと思っちゃうよね。まあ、ロニーの方がドライブのスピード、キレ的にはあるんだろうけど、なんかナンの方がバランスいい気がする。ベバリーほどディフェンスに特化してるわけでもないけど、なんかちょうどベバリーとウォーカーの間感あるな。まあそう思えばバランスはいいのか。ベバリー、ウォーカー、ナン。あとリーブスか。リーブスもシュート上手くなったしな。ウェストブルクがいらないのか。そういうことか。今年、去年よりはいい気がするけど、それでもやっぱ厳しいか。あ、そうで、シュルーダーもいいんじゃん。シュルーダーとロニーがちょっと被るんだよな。ガード多すぎるな。そう考えると。ウェストブルック、シュルーダー、ナン、ロニー・ウォーカー、リーブス。ちょっと多いな。終わります。お疲れ様でした。トゥルル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 トゥル